はい、皆様こんにちは、タケオでございます。明日はですね、ついにニューイヤー2018、の最終戦のね、仙台大会でございます。注意報がね、出ているようでして、大雪と吹雪が待ってるというね、情報が入ってきております。どうなることやらね、寒いんやろな。はい、明日は頑張りたいと思います。というのはね、置いときまして、今回はですね、今だから話せるシャーシの魅力というのをね、各シャーシに分けてやっていこうかなと思っております。ミニ四駆始めて2年目ぐらいの時にね、まあ別のね、やるせミニ四駆というのがあったんですけども、まあそっちでやっておったんですけどもね、まあそっからね、さらに情報が新しくなりましてね、僕の情報量も、まあ、経験も増えておりますんで、その辺のシャーシの魅力とかね、まあそのシャーシの欠点とか、そういうことをね、お伝えできてるなと思っております。はい、というわけで今回は第1弾としましてね、僕の大好きなこのシャーシからやっていきたいと思います。せーの、じゃん、こちらでございます。 MA シャーシですね。僕がミニ四駆2014年に始めまして、2016年の年末まで使ってたものでございますね。約3年間約3年間、使っていました。こちらの MA シャーシ、ここ最近すごいカラーバリエーションが増えたんですよね。はい、僕がやってる時がメジャーなグレー色で、黒で、緑で、赤、あと銀色、ガンメタかなとかだったんですけども、ここ最近は黄色であったりとか、グレーであったりとか、いろんな色の MA シャーシが増えております。まあ、カラーバリエーションとしてはね、ここ最近出てるシャーシとしてはかなり、豊富な部類に入りますよね。多分一番色的に豊富なのは、スーパー2シャーシだと思うんですけどね。はい、この MA シャーシカラーバリエーションもすごい豊富でございます。で、この MA シャーシのね、いいところ、もう一番はね、普通に組んでも早いね。素組みでね、組んだ中ではね、おそらく MA シャーシが一番早いんじゃねえかというぐらいね、 MA シャーシ、組んだら早いです。まあ多分ね、そこはね、シャーシが硬いんで、まあ、コーナーリングでの減速が少ないとかね、そういうところもあると思います。で、両軸の駆動効率の良さというところが出てるのかなと思っております。で、結構ね、初心者の方でも、組みやすいようにね、穴がしっかりたくさんついてますんで、いろんなパーツをつけれますですね。その分結構ね、重くなりがちなんですけども、まあ、それを補うほどの汎用性があるというような形かなと思います。僕もね、もし仮にね、まあ1日でそこそこ走れるマシンを作ってきてくれと言われたら MA シャーシを選ぶと思います。まあこの軸受けのところをね、620に変えてあげたり、フロントローラーとかね、ローラー類を、ベアリングローラーに変えてあげるだけで、見違えるように速くなります。結構ね、僕は初心者におすすめする場合、こちらの MA シャーシをおすすめする方、することが多いですね。逆に欠点なんですけども、あまりにも硬すぎるというところですかね。立体セクションの多いね、ここ最近のレイアウトですと結構ね、弾かれてしまうことが多いんですよね。はい、まあその弾かれないようにするように、まあ逆にね、この肉抜きをして、まあ、剛性を抜いてね、柔らかくして、入りやすくするという方法もあるんですけどもね。はい、ただまあ初めてミニ四駆触る方とかに関してはね、そこまでなかなかできないと思うので、その辺ちょっと苦しむところかなと思います。あとちょっと車重的に重くなりやすいですね。多分普通にシャーシごとに重さを測ると、こちらの MA シャーシが一番重いんじゃないかなと、思います。昔ほどね、ミニ四駆のこの重さ、まあ、軽さに関してはね、昔ほど重視されていないと思うので、まあ、そこまで重要視はしなくていいかなとは思うんですけども、僕が思う、MA シャーシの一番の欠点というのはやはり硬さ、弾かれやすさというところですかね。まあ、そこをね、どう改善するかっていうのもね、ミニ四駆のね、この MA 使いの方の、腕の見せ所かなと思います。本当にね、 MA 使ってる方でも、もうまさかこれフレキじゃねえかなと思うぐらいの走りをするマシンがいます。まあ、そういう方とかはね、すごいね、考えて作ってるのかなと思います。
やっぱりまあ一番の利点はね、速度の出しやすさ、駆動効率の良さと思います。アド初心者の方にも作りやすいようにね、パーツをつける穴がたくさんついてるというところかなと思います。結構今はね、あの MA シャーシが、ね、使われてることが多いので、MA シャーシ用のファーストトライパーツセットとか、そういう風な感じですぐ改造しやすいようにもできてますので、こちらの MA シャーシは結構初めてミニ四駆を触る方にはおすすめかなと、あと復帰戦の方とかもねおすすめかなと思います。僕もこのシャーシ大好きなんで、またね MA シャーシを使って、ね、公式大会も出たいなと思ったりしておりますね。まあニューイヤー終わりまして、スプリングね、ジャパンカップ続きますけども、まあ、レイアウト見て、考えていきたいなと思います。というわけで今回はですね MA シャーシの魅力と、欠点についてねお話ししていきました。またね、僕の、まあ、知識が深いシャーシからやっていこうと思ってますんで、次は多分スーパーツーシャーシをしたいと思います。はい、というわけで今回はね以上でございます。明日仙台大会頑張ってきます。以上でございます。